はポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところで、ご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し、繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。 NUN 新国際連合では、事態を解決するためユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。ゼネラルリソース系列の報道機関では、現在放送内容についてキーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン、この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っている。にもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。歴史を振り返ってみるまでもない、肉体の限界を持たない生命の存在について我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったディジョン、我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。それでは我らがウロボロスの指導者、アビサル・ディジョンを紹介しよう。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊と、たった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。いいか、よく聞け。俺は絶対に認めない。奴があのディジョンなわけがない。あれは俺の知ってる俺の相棒だった。ゼネラルのエースだった。俺の親友だった。俺の別人だ。奴はもうどこかで死んだ。あれは奴じゃない。だから俺は奴の名を語るあれを必ずこの手でこの世から消す。必ず。ディジョンの放棄後、
戦局は急激に悪化しつつある。混乱に乗じニューコムはメガフロートに艦隊を集結、同時に空軍機の編隊も確認されている。これら戦力の殲滅が今回の任務だ。新たに最新鋭戦闘機ゲームを配備した。なお戦局の悪化により前線の情報が錯綜しており、これより先は十分なサポートができなくなる恐れがある。各員慎重に行動してもらいたい。All hell's broken over, Yuzia, again. However, we have our orders and we have to put a stop to Newcom's amassing of the fleet. The XFA-36A game actually has roots across the series. You'll see it in Ace Combat Skies of Deception, and there is an XFA-27 in Ace Combat 2. Now this mission is all about shooting things down. We've got 50 targets to go through, but something else is about to happen. We'll find out what that was all about when I go through the first Ouroboros path on the next update. Yeah.
メガフロートに入魂艦隊が集結した。ただしこれらの機動艦隊を攻撃せよ。アップデートターゲット。オーバー。ロケットはある。オーバー。ロケットはある。カーション、ダメージ。入魂の軍事勢力は大幅に弱体化した。見事な戦果だ。さすがだな。あの戦況で俺よりも撃墜数が勝るとはな。どうやら俺も奴の一件で頭に血が上りすぎたようだしな。お前のおかげで少し冷静になれた。しかしな、それでも奴との蹴りは俺が必ずつける。それだけは覚えておいてくれ。